皆様、うさぴょんでーす。ぴょんぴょーん。キリアクレ龍之介さんは、のマネージャーをしています、うさぴょんです。この度、龍之介さんは42年間の仕事を終わりました。龍之介さん、口に出して言わなかったですね。こんなに分厚い分ノートで勉強してたんですね。努力なんて人にはわからないよね。ほらほらほら、このノート見て、このノートのびっしり。びっしり書いてるよね。ね、インターネット関連のシステムエンジニアでしたね。インフラ系、ね。IP パケットフレーム。バーチャルネットワークですね。こんな VLAN。ね。そして、Wi-Fi ネットワークのプロフェッショナルでもありました。でも、こんな仕事もいっぱい勉強してたけど、人には言わなかったけど、よく頑張ったと思います。そして今、いろんな他社さんからのお誘いがもしあったとしても、もうやらないんかなと思います。ということで、龍之介さんはもう仕事をしないですね。芸術家としての仕事をやりますので、うさぴょんは龍之介さんのマネージャーとして仕事はもうこれで終わりかなと思っています。では、龍之介さんが作詞した歌を歌います。さよならお仕事ちゃん。さよならお仕事ちゃん。もうやりません。例えば IT 業界が人材不足だとしても、そんなことなんか知ったことじゃありません。例えば他の会社からオーストラリアの旅行なんか誘いを招待されて、仕事を誘われても、そんなことなんか龍之介さんは話に乗りません。さよならお仕事ちゃん。さよならお仕事ちゃん。もうやりません。うさぴょんは、キリガクレ龍之介さんのマネージャーとして、キリガクレ龍之介さんから、お仕事終了宣言。イエーイ。もう芸術家としての仕事を腕一本で生きていくそうです。お仕事終了宣言。システムエンジニアとしてのインターネット管理はもうやりません。お仕事終了宣言。芸術家で生きていきますみー。じゃあ皆さん、バイバーイ。キスムチュー。